皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか今日もご一緒に日本語を勉強していきましょう。今日の表現は、関連の表現について勉強していきます。最初の表現を見ていきましょう。最初は、〜何々について、ついてのという表現です。これは、〜何々に関する、〜何々を取材に取り上げてという意味の表現です。では、例文を見ていきましょう。家庭でも、学校でも、 いじめについての話し合いが必要だ。何々でも、何々でも、これは例を並べてあげるときの表現でしたね。いじめについての話し合い、これは、いじめに関する、いじめに関する話し合いが必要だ、という意味になります。いじめというのは、これは弱い立場の人を精神的、肉体的に痛めつける、日本の社会問題になっている現象の一つです。次の表現です。 その事件の犯人と真相については未だに明らかにされていない。真相、これは真実という意味ですね。その事件の犯人と真実、真相については言い換えると、真相に関しては、犯人と真相に関しては未だに明らかにされていないとなります。未だに、これはまだ、まだという意味ですね。明らかにされていない、これははっきりされていないという意味です。 彼は、茶道だけでなく、華道についても深い知識を持っている。茶道、これは、茶の湯、茶の湯ということもあります。佐道、これは、生け花、生け花ということがあります。華道についても、これは言い換えると、華道に関しても、華道に関しても、深い知識を持っているとなります。ここでの深いというのは、知識が多いという意味ですね。そして、 何々だけでなく、何々も。この表現は、両方とも、つまりここの場合は、作動も、可道も、両方とも、深い知識を持っている。と言い換えることができますね。うちの犬は、首輪がなくても、きちんと私について散歩をする。うちの犬、つまり、我が家の犬。我が家で飼っている犬は、首輪がなくても、となります。この、なくても、というのは、 家庭、なかったとしても、例え話ですね。きちんと私について散歩する。このついてというのは、私と一緒に、私とそばにいて散歩をするという意味ですね。母について買い物に行ってきます。このついてというのは、母と一緒に、母と一緒に買い物に行ってきます。という意味になります。